こんにちはクルール池田博美と申します本日は相手を不快にさせない言葉遣いの実践講座というテーマでお話しさせていただきますよろしくお願いいたします 相手に心よ,く心よく引き受けてもらうために命令形の言葉を丁寧な形にするそのコツもあります、えー、それはですねお願いするときに命令形、えー、これは依頼形という表現に置き換えていって相手の意向に委ねる、えー、こういう言い換え方です例えば何々してくださいというよりは何々していただけませんか というように言っていく方法でお待ちくださいがお待ちいただけますか、えー、この響きくださいよりは柔らかい響きになっていると思います教えてください、えー、これも同じですね教えてくださいは教えていただけますか、はい、最終的な判断はあなたに委ねます、えー、そういう表現ですね、えー、そしてその次です 何かをお断りしなければならないときこれは否定的に言われると非常にこう強く相手には何かこう断られたことがとてもぐさっと心にくるこんな表現に伝わる場合がありますその否定形を肯定形に置き換えることによってだいぶ響きは柔らかくなります否定形は できないとかわからないというようなストレートな言い方をせずに肯定表現にする、えー、ませんではなくてですとかますという形にするということですね、えー、例えばわかりませんはわかりかねます、えー、そしてできませんはできかねます最後がですますという表現ですそしてさらに相手に対する気遣い、えー、これをプラスするのであれば 何かしらの提案とか代替案これを一言添えていくことによって誠意が伝わっていくと思いますできる限りの代替案提案ですね例えば分かりかねます分からないのであれば分かるものと変わりますできかねますできないということであればできるところまでの提案をしていくこういった心遣いがあるとより相手には誠意が伝わっていくと思います